平成29年台風第18号は2017年9月9日に発生し9月18日に温帯低気圧に変化した台風。マリアナ諸島で発生し北上して鹿児島県樽水市付近に上陸した。その後も高知県、兵庫県に上陸し日本海側に抜けた18日未明に温帯低気圧へと変化した。また、この台風により 台風第18号が6年連続日本の領土に接近または上陸した。進路図9月7日21時にマリアナ諸島の東で熱帯低気圧が発生し、合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 20W を不安した。20W は9日21時に北緯15.4度、東計142.9度で台風となり、 フィリピンが命名したアジア名タリムが付けられた。11日午後にはフィリピンの監視領域に侵入し、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、ラニーと命名した。フィリピンの東の海上を進む18号は12日に強い勢力となり、暴風域も伴った。13日の午前には、先島諸島に接近し、宮古島を暴風域に巻き込んだ後、 非常に強い勢力となった18号は東、シナ海を北上し、ブーメランのように北東方向へ急カーブして、進路を九州地方に向けた。秋は太平洋高気圧の勢力が弱まった影響で、偏西風が本州付近まで南下する。18号がその偏西風に乗ったため急カーブした。17日11時半ごろ、18号は、 中心気圧975ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルの勢力で、鹿児島県薩摩半島付近を通過し、鹿児島湾を経て12時頃に、道県垂水市付近に上陸した。17日13時頃には、九州と四国の一部を暴風域に巻き込み、高知県内の複数箇所では、秒速20メートルを超える最大瞬間風速が観測された。 17日16時半頃に、高知県西部に再上陸し、四国のほぼ全域が暴風域に入り室戸岬では17日17時42分に、最大瞬間風速秒速47.8メートルを観測した。その後、四国地方、瀬戸内海を横断し、17日22時頃に、兵庫県明石市付近に再上陸した。18日03時に暴風域がなくなり、 日本海に抜け、北緯37.8度、東経138.7度で温帯低気圧に変わった。当時はこの時点で温帯低気圧に変わっていたと発表されておらず、その後も台風情報が継続して発表されていたため、台風18号は観測史上初めて、九州、四国、本州、北海道の本土4島すべてに上陸した台風とされた。 18日10時過ぎに暴風域を伴ったまま北海道の日山地方に再上陸した。大島半島を通過し、内浦湾に出た後、18日12時過ぎに胆振リ地方西部に再上陸した。その後北海道を縦断して、稚内市付近で宗谷海峡に抜け、ロシアのサハリンに再上陸した。当初は9月18日21時に、 同東,東の北緯47度、東経143度で温帯低気圧に変わったと発表されていた。9月17日、九州地方に上陸の台風18号台風の接近に伴い、北海道や西日本、南西諸島を中心に大雨となり、降り始めからの雨量が沖縄県、宮古島や宮崎県で500ミリを超えたところがあった。気象庁は14日未明、 宮古島で50年に一度の記録的な大雨になっていると発表し、17日には大分県で4回の記録的短時間大雨情報を発表した。以下の地点では観測史上1位の記録を更新している。北海道から沖縄県までの広い範囲で風速20メートル以上の非常に強い風が観測された。人的被害、重火被害大分県では17日。 大分県中部から県南部の川が多数氾濫した。薄木市では市街地で冠水し、水防活動の面目で大分県知事から陸上自衛隊第41普通科連隊長へ災害派遣要請が出された。津久美市では津久美川と徳浦川で氾濫し、津久美市役所を含め広範囲で浸水した。このほか、大分市、文豪大野市の大野川、 佐伯市の万象川水系、伊崎川で氾濫が発生し、薄木市の風、成川や佐伯市の門前川でも氾濫が発生したとみられる。宮崎県では、宮崎市、国富町、日向市、延岡市で突風被害が発生した。また、鹿児島県豊島村でも突風被害が発生した。香川県三豊市では、住宅の裏山が崩れ住人の80代女性が、 巻き込まれ死亡。高知県四万十町では川に沈んだ車の中で60代の男性が死亡しているのが発見された。高知県四万十市では60代と80代の男性が外出したまま行方不明となり、後日、川岸で二人の遺体が発見された。大分県文豪の市では70代男性1名が行方不明となり、後日、遺体が発見された。北海道森町では、 砂浜で80代の男性の死亡が確認された。高知県、兵庫県、大阪府、京都府、青森県でいずれも風に煽られたことにより、転倒。宮崎県では、はしごから転落。和歌山県では一波により転倒し、それぞれ骨折する重傷の被害が発生した。大分県の佐伯市や津久美市では一時、住民が孤立した。住家への被害は、前回5棟。 半壊615棟、一部破損804棟、床上浸水1553棟、床下浸水5922棟、非重下への被害は548棟が確認されている。東京都品川区では18日14時25分頃、7階建てビルの外壁に設置されていた工事用の足場が倒壊し、電線に接触し、 周辺の約2700戸が一時停電した。鉄道の被害としては、JR 日報本線の佐伯駅や津久美駅、薄木駅で線路が冠水し、このうち津久美駅では、線路等が泥で埋まり、銅床が流出した。また、徳浦信号場で大規模な土砂崩れが発生したほか、3カ所で土砂流入が確認された。また、津久美市では、 鉄橋の護岸が流されるなどの被害もあった。また、JR 宝碑本線でも三重町駅菅尾駅間での土砂流入、甘美駅犬海駅間での路盤流出などが確認された。この影響で、特急、九州横断特急、特急、阿蘇ぼうが9月17日から10月1日まで運休となった。12月18日に、 日方本線の薄木駅再帰帰間が復旧し、特急日林、日輪、日輪 C ガイアの大分延岡間、特急、ソニックの大分再期間が12月17日まで運休となり代行輸送を行った。また、豪華周遊列車、7つ母シーン九州が12月18日まで日方本線を経由しないルートに変更となった。また、四国旅客鉄道予算線の海岸寺駅、 100万駅間で海岸の堤防が損傷したほか、高松琴平電気鉄道指導線の薬ク駅、琴電子導駅間でバラスト崩壊が発生した。ウィラートレインズでは、宮前線の栗田駅宮津駅間で土砂流入、宮豊線の網野駅夕日が浦、木津温泉駅間で路盤流出が発生した。18号の接近のため、17日に予定されていた、 J2 リーグ第33節2試合、ロアッソ熊本対アビスパ福岡、愛媛 FC 対京都3が開始、及び J3 リーグ第23節1試合、セレッソ大阪 u -23 対ギラバンツ、北九州が中止、延期。プロ野球では、17日に、阪神甲子園球場で、開催予定だった、阪神タイガース対、中日ドラゴンズの試合と、松田スタジアムで、 開催予定だった広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズの試合が中止。17日23時過ぎに愛知県が千田郡三浜町を対象に土砂災害警戒情報の緊急速報メールを配信したが土砂災害警戒情報が出されていたのは福井県の三方郡三浜町であったと愛知県が発表した。 愛知県により配信されたメールの題名は土砂災害警戒情報福井県福井地方気象台共同発表であったという。ありがとうございます。